はい、こんにちは。前回ショート動画でお送りした、多分ちっちゃなチョコレート工場東金店さん、こちらの方に今日はちょっと行ってみたいと思います。動画をショート動画しか上げてなかったので、今日は店内の写真から、いろんなものまで動画でちょっと撮っていきたいなと思って、向かいます。あとはちょっとお菓子を買いたいので、ちょっといろいろね、行ってみようかなと思ってます。はい、よいしょ。ここにも唐揚げ本舗だるま屋さんっていうのが新しくできたんですけどね。はい、こちらの方ですね。今キッチンカーみたいなのが横に置いてありますけどね。はい、はい、126号線をですね、千葉方面に向かいますと、すぐ近くです。おじゃが池の近くですけどね。はい、もうあともうちょっとで着くかな。はい、よいしょ。ここは車屋さんで、ワークマン、トヨペットさんのところね、過ぎるとあります。前回1回2回ぐらい行ったかな。でもちゃんとした動画上げてないから、ちょっと上げようかなと思ってね。さっきは今ライジングサンカフェ大網店にちょっと行ってきたので、その動画もね、編集しながらちょっとチョコレート工場さんの動画もちょっと上げようかなと。はい、ここで、ね、あともう少しで着きます。この先カーブです。はい、このね、出光のスタンドを過ぎて、アートブレインさんという建物をちょっと越えるともう見えます。はい、見えてきましたね。はい、多分世界一ちっちゃいチョコレート工場さん、もうこうすごい混んじゃってさ、すごいんですよね。着きましたね。はい、ここです。はい、チョコって書いてある。はい、それでは、チョコレート工場さんに着きましたので、店内の様子を、見てみたいと思います。こちらいかめし、これ買いました。いかめしポテトチップス100円で、こちらにいろんなポップコーンだとか揚げ餅工房ごぼうだとか、いろんなあれやつがあります。カレー印だとかラッキーマヨネーズ、これ買いました。柿の種、これ松たか子さんが、マツコデラックスが出てるやつね。はい、これが店内の様子になります。はい、あとはチョコレートですね。はい、いっぱいあります。チョコレート工場だからね、これもいっぱいあります。ただこれが美味しそうだったですね。はい、チョコレート焼き餅で、これ抹茶チョコは売り切れてました。はい、でこちらの方に行くと、ぬけまろっつうの、ぬりまろ、塗りまろっていうのもありました。で、あとこれチョコレートカレー、これ美味しそうで買っていこうかなと思ったけど買っていかなかったです。今度次回買っていきたいと思います。で、こちら、はい、モスクワっていうのね。で、これがチラシです、パンフレット。はい、で、これがポテトのクリーミーカレー味で、あとはこれがガーナカカオマス100% 120円です。安いですね。で、これがパティシエエプロン1500円。ぜひ買ってください。はい、これがチョコケーキです。しっとりとしたチョコケーキ、美味しそうです。で、あとはこれお決まりの愛車の記念撮影になります。どうも最後までね、見ていただいてどうもありがとうございました。またいろんなね、お店を紹介した動画をあげますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。